やっぱり素敵だな。大きな五段の王道ケーキ。でもスクエアタイプも綺麗だし、ハート型も可愛いし。あら、プロデューサーさん、もしかしてプロデューサーさんの調べ物ですか？偶然ですね。私も調べ物があってカタログを見てたんです。お仕事とは関係なくてプライベートですけど、今見てたのはケーキのページで、どんなウェディングケーキがいいかなーって。パティシエ特製のケーキもいいけど、花嫁さんの手作りケーキにも憧れちゃいますよね。プロデューサーさんはどっちがいいですか？あ、その、違いますよ。もし将来お嫁さんになったら、どんなケーキがいいかなーって。だからまだ遠い夢の話で。その夢叶えられそうってどういう、ん？ウェディングドレスのモデルに私が？でも私でいいんですか？でも、プロデューサーさんがくれたお仕事ですから、精一杯やってみます。ウェディングか、楽しみです。はい、誓います。あなたを大切に、大事に、丁寧に味わうって。うーん、おいしい。甘くて幸せ。こんなに可愛いドレスを着て、おいしいマカロンが食べられて、花嫁さんって本当に世界一の幸せ者ですね、プロデューサーさん。つい食べすぎてドレスがきつくなっちゃいそう。でも今日の私は可愛い花嫁さんですもんね。気をつけなきゃ。大切なみんなに囲まれて、笑顔が溢れる甘い甘い結婚式、素敵ですね。まさに私の夢そのものです。小さなマカロンでも幸せは胸いっぱい、甘い香りに包まれて、まるで魔法にかけられたみたい。今日はこの甘い夢を心ゆくまで味わってもいいですよね、プロデューサーさん。魔法が解けるまでずっとずっと、プロデューサーさんもこの夢を一緒に味わいましょう。二人仲良くいつまでも幸せな毎日を過ごすって誓ってください。